トップバッターをまた、ね、歌います。塩と言います。すごい短い時間ですが楽しんで聴いてください。1曲目は、Don't Cry Anymore、 聴いてください。ゴスペルとかをやっていて、結構ソウルフの歌が大好きで、本当
まあ、歌でみんなを笑顔にしたいなっていうふうな思いでいつも活動してます。普段は半沢直樹と同じような仕事をしていますとか言って、そこのギャップ萌えみたいな、それはないですけど前頑張ります。そうですね、本当はですね、今日バンドでギターでも合わせてちょっとやる予定だったんですが、ギターの人がですね、風邪をひいちゃって高熱出てしまってですね、ちょっと泣く泣くこう2人で頑張ってきますが、ちょっと曲を変えまして、あれなんです、皆さん雪降ったじゃないですか、風邪ひいた人いません？大丈夫ですか？大丈夫なんですね。ね、もう本当大変でしたけどね、もうバレンタインデーの日に雪が降るなんてね、ホワイトバレンタインデーの満喫されました？私全くですけど、もう全く、全くみたいな感じですけど、でちょっと次の曲に行きたいなって思います。座っちゃおうかなってなんて、すいません皆さん立ってるのに座ってるというこのちょっと女王様気分が味わっちゃうような感じで大変申し訳ないんですけど。聞いてください。ちょっと本当当初の歌ではなかったので、ちょっともでも大事な曲なので、ちょっときちんと歌詞も聞きながら歌いたいと思います。ちょっとゆっくりした曲なんですが、まあ寝ないでくださいね。ちゃんと聞いてくださいね。聞いてください。ザ・ローズ。聞いていただけたかと思うんですが、今日は初めてちょっと披露するんですけども、自分で作った曲を歌います。で結構明るい曲で、
もう自分がちょっと落ち込んだ時はにちょっと聞きたいで歌おうと思っている曲で、やっぱり皆さん落ち込んでる時も自分自身の力があれば、なんて言ったらいいんでしょうかね、ちょっとこれなんかあれですけども、まあ、頑張ろうっていう風な気になっていただければなって思います。で、本当自分への励ましソングっていう風な感じにはちょっとなんか自分というか、まあ、皆さんへの励ましソングっていうような形ではあるんですが、まあ、とりあえず聞いてみてください。ちょっとぐたぐたですいません。 I say goodbye、 お願いします。I say goodbye 昨日までの私に、暗い顔してたって何も始まらないよ。 I change 道をチャンスに変えてけばいいんじゃない。 Don't give up and I believe で、今日もあとこのあと皆さんの終わったフルーレさんとか全部終わった後に物販会っていうのがあるみたいで、その時にちょっとお話とかもしいただければ、フライヤーとか、あとで実はですね、前回ライブした時の DVD を持ってきておりまして、それもちょっともしご希望があればお渡しできたらななんて思ってます。写真とかもちょっと撮っちゃいましたので、ちょっと見てください。
そういうのがありますので、ちょっと お声掛けいただけたらななんて思います。あと Facebook もやってまして、 Facebook がですね、あ、これもですね、多分言葉じゃ伝えられないから、この後ちょっと皆さん声かけてください。あのお伝えしますで、 ではそうですね、最後の曲聴いてください。これはですね、アンフェアって皆様ドラマご存知ですか？映画とか。それもちょっとあのドラマの第一期のものなんですが、私本当大好きな感動したものなので、ちょっとそれをお伝えしたいと思います。フェイス。一人で歩いて行こう。
皆さん楽しみに聞いててください。塩でした。ありがとうございます。